近い将来、未踏の空間をより遠くへ、より早く旅することができるかもしれない。ただしその旅は命に関わる危険をはらむ。宇宙旅行は射撃場の中を通り抜けるようなものです。その旅では人間の能力と知恵の限界が試されるだろう。もし不具合が生じたら何もできないまま死にます。夢の旅、宇宙旅行の可能性を探っていこう。技術の著しい発達によって人間が宇宙を旅することは今はもう夢の中の話ではなくなったようだ。遠い昔から天空の美しい輝きは人間を魅了してきた。やがてその輝きに手が届くと分かった人間はすぐに行動を起こしたとアメリカ自然史博物館ニール・デグラース・タイソンは言う。遺伝子に組み込まれているのかどうかは分かりませんが、人間は遠くに何か見えると好奇心に駆られてまずそれに近づいてみようとします。望遠鏡の発明によって天文観測が進み、人間は宇宙にぐっと近づきましたが、宇宙開発をすれば実際もっと近くに行けることが分かったのです。エンジン点火、火花が散っています。5、4、そして発射。アトランティス号が飛び立ちました。有人ロケットの打ち上げは史上まれに見る人類の偉業の一つと言えるだろう。しかし1972年以降、地球の軌道を超えたものはいないとニューヨーク市立大学道尾閣は言う。宇宙開発は30年間大きな進歩がなく、今は人工衛星が地球の周りを回っているだけです。最初に新世界を発見した探検家のコロンブスが、その後はスペイン沿岸を行き来していただけだったのと似ています。では問題は何か。それは現実的に避けて通れないもの、費用です。地球の軌道上に 500g のものを乗せるだけで1万ドルかかります。宇宙飛行士の人間一人を地球の軌道に乗せるには、純金で本人の像を作るのと同じ費用が必要です。週末に宇宙ステーションまで小旅行をするとなると2000万ドルはかかります。もし月に行きたいということなら5億ドルいります。もっと遠くの火星に行くなら数十億ドルはかかるでしょう。宇宙旅行の費用を減らすには地球の重力にうまく対処することが必要である。物語ジャックと豆の木では、ジャックは豆の木を伝って天に登っていきました。今は宇宙エレベーターといって、上昇ボタンを押せばジャックのように自動的に宇宙へ登っていく構想があります。宇宙エレベーターの建設は地球の地上から始めるのではなく、上空から開始する。軌道上にいる人工衛星が長さ9万6千キロのケーブルを地球に落とし、先端を地球の表面に結びつける。宇宙エレベーターの強靭なケーブルはもうじき完成するところまで来ています。ケーブルに途方もない張力がかかるのは、かなりの速度で地球と一緒に回転するからです。決して地上に落ちることはありません。遠心力で回っているからです。宇宙エレベーターは長く強いケーブルを伝って上昇し、地球の軌道上で待機している宇宙船に人間や物資を運ぶ。本格稼働すれば従来のロケットは使われなくなるという。宇宙エレベーターを使うことによって宇宙旅行の費用を大幅に減らすことができます。そうなると宇宙旅行をするのは飛行機で海外旅行をするのと変わらないと思えるようになるのです。しかし地球周辺の穏やかな環境を離れると、宇宙旅行は命を落としかねない危険な旅になる。宇宙旅行は田園地帯をドライブするのと違って、射撃場の中を通り抜けるようなものです。宇宙旅行者は宇宙から銃を向けられているように感じるだろうとも作家のニール・カミンズは言う。
宇宙空間には塵のように細かい粒子や小石ぐらいの大きさの物体が時速数万キロ、時にはそれより速い速度で飛んでいます。地球の周辺では現在直径 2.5 センチを超える小さな物体が50万個以上飛び交っている。その中には太陽電池のガラスのかけらやロケットの船体の破片、またロケットのエンジンから出た燃えかすもある。それだけではない、さらに危険な小石サイズの彗星や流星の塵が飛んでいるのである。それは微小な塵ですが、ガラスを割り鉄を突き抜け、プラスチックを粉々に割るほどの威力があります。それがあちこちにあるのです。これはスペースシャトルの窓の損傷だが、宇宙にはさらに恐ろしいものがある。放射線である。この見えないエネルギーの破壊的なまでの威力は、第二次世界大戦中に投下された原子爆弾と1980年代半ばのチェルノブイリ原発事故によって世界中に知らされた。そして実は私たちの命の源太陽も有害な放射線を放っている。とはいえ私たちは保護されています。地球の大気が防御してくれています。また地球の磁場が太陽フレアからの放射線や粒子を飲み込みますが、その結果がオーロラです。しかし宇宙ではそのオーロラがすぐ目の前に迫ってきます。なぜなら自分を保護してくれるオゾン層も磁場もないからです。宇宙の危険物と自分の間には何もありません。地球は太陽からおよそ1億5000万キロ離れているが、地球の周辺では 2.5 センチ平方あたり毎秒数百万個の太陽粒子が通過している。太陽からは常に高エネルギーの荷電粒子が大量に放出されています。しかし他にも物質が流れ出しています。それは高エネルギーの放射線ですが、それも有害です。人間の DNA にダメージを与えます。太陽の黒点付近ではまるで大砲部隊のように高エネルギーの放射線を吹き出している。それは地球に到達するまでいつ来るか分かりません。もし太陽から遠ざかることができたとしても、それで安心できるわけではない。他にも危険なエネルギーが潜んでいるからである。それは銀河宇宙線と呼ばれ、遥か彼方の超新星爆発やブラックホールがある空間から飛来してくる。銀河宇宙船は粒子で光の速度にとても近いスピードで移動しています。一粒の鉄の粒子でもプロ野球のピッチャーが投げる時速160キロのボールと同じ威力があります。体に当たったら大変です。鉄の粒子は滅多に見られないが、船外活動で外へ出ている宇宙飛行士は宇宙船による防御がない。よって毎秒数千もの銀河宇宙船の粒子が宇宙服を貫通している。宇宙空間にいる場合、24時間で体に受ける銀河宇宙船と太陽粒子の量は地球の地上で半年間に受ける量と同じだと言われている。体への粒子の衝突を感じることはまずないが、目を閉じていても粒子が網膜に当たって閃光を放つことがある。元宇宙飛行士のオーエン・ギャリオットが自らの経験を語る。その閃光は視界を遮るようなものではなく、一瞬の小さな光で光り方は毎回違いました。宇宙には他にも人間の体に影響を与える特性がある。無重力空間である。宇宙へ行く際、最も危険なことは重力を失うということです。無重力によって体のほとんどの働きが変わり始めます。そしてその体の変化は再び重力によって地面に引っ張られる世界に戻るまでずっと続くのです。
無重力空間に入って最初に影響を受けるのは方向感覚である。どちらが上でどちらが下かは自分が決めればいいのです。こちらが上ならもちろん、こちらが上でも構いません。無重力空間では最初の数時間または何日間か乗り物酔いに襲われる。乗り物に酔った気分になることは避けられないので諦めなくてはなりません。そしてみんな多少方向感覚を失います。水の中に潜ってスキューバダイビングをしていると長時間の無重力体験に似た感覚が味わえるという。そのため NASA では無重力空間で過ごすための訓練の一つを巨大な水槽の中で行っている。宇宙飛行士が6時間通して水の中で過ごすのである。スキューバダイビングをしても重力の影響を受けていますが、実際水の中ではそうは感じません。体全体が水に浮いているからです。水面に上昇していく気泡を意識しなければ、水の中で泳いでいると方向感覚を失った状態を体験できる。しかし無重力空間で長時間過ごしていると人間の体は重力に抵抗する必要がないと感じるようになり、筋肉や骨の量が減り始める。宇宙空間にいると体は横になって寝ていると受け止めているので筋肉が衰え始めるのです。それを防ぐため宇宙を飛行中の宇宙飛行士は毎日運動をしている。特に足には念を入れる。なぜなら無重力空間で仕事や移動に使うのは主に腕と手で、足はめったに使わないからである。慣れるのに一番大変だったのはごく普通の生活です。足で歩けないのでどこへ行くにも泳いでいかなくてはなりませんでした。無重力空間にいると消化器官の働きも遅くなるので食事に関しても問題が起きる。消化器官の動きが止まります。再び消化を始められるまで食べることも飲むこともできません。それには数時間から数日かかることもあります。影響はそれだけではない。無重力に放射線が手を貸して迷惑な行為をするのである。宇宙では通常の健康状態の時より免疫機能が落ちます。そのためいつもなら人間の抵抗力に抑えられている細菌やウイルスの多くが無重力空間では暴れるのです。細菌は50倍の速さで成長し、そして船内に持ち込まれたウイルスは常に存在する放射線の力を借りて破壊的な侵略者に変異する。宇宙旅行者は最初の数時間から数日間無重力空間の悪影響に苦しめられる。そしてそれより長く宇宙旅行をする場合はさらに危険度が増すことになる。宇宙は情け容赦ない場所である。住み慣れた地から遠く離れた場所に渡ることを恐れない冒険者や、危険な障害物が飛び交う空間に自ら入っていく勇敢な挑戦者だけに開かれた場所である。私たちは今の気温で生活することや機械が普通に動くことを当然だと思っています。機械は今の気温で動くよう作られていますしね。しかし宇宙へ出て太陽の方を向いたら気温は摂氏数百度、太陽に背を向けたら摂氏マイナス数百度になります。地球では太陽の光を浴びて新鮮な空気を吸うことが当たり前にできます。宇宙では特別に作られた空間の中に地球が自動的に与えてくれるものを全て揃えなくてはなりません。でもそこでは全空間が管理され、減圧症や呼吸困難になることがあってはなりません。と作家ジェリー・リデンジャーが語る宇宙での住環境は潜水艦に似ている。特殊な環境の中で独立した住環境を作り出しているからである。
宇宙船が損傷したら空気が漏れて搭乗員は死ります。潜水艦が損傷して水が入ったらやはり死にます。つまり宇宙船も潜水艦も周囲の世界と完全に分離しているところや損傷によって受ける被害などがよく似ています。事故が起きると悲劇に終わる可能性が高い。潜水艦の場合、大海原を潜水しているとき頼れるのは自分と仲間たちだけです。同じことが宇宙にも言えます。宇宙船が故障してもすぐに地球に戻って部品を調達できるわけではなく修理できるわけでもありません。頼りになるのは人間の知恵と持ってきた道具だけです。宇宙にいた時は人類から完全に引き離されているようでした。あんな孤独は生まれて初めてです。現在の宇宙探査計画は15世紀と16世紀に活躍した偉大な探検家たちに例えられます。彼らは必要な物資を船に乗せて初めて大海原を越え、戻れるかどうかもわからないまま見知らぬ領域に向かいました。ここまでなら確かに多くの共通点がありますが、全く比較にならない点もあります。コルテスが南アメリカに到着した時も、コロンブスがカリブ海に入った時も吸うための空気があって木々には実がなっていました。しかしアポロ11号に乗ったアームストロングが月面に降りた後エンジンが故障したとします。問題が発生しました。もしそうなったら何もできないまま死んでしまいます。宇宙船を修理したくても近くにはエンジンの部品のなる木はないのです。つまり地球上でどの未開の地を探索するよりも宇宙探査の方が人間にとってははるかに危険度が高いと言えるのです。エンジンが故障しても燃料が切れても飲み水が不足しても宇宙にガソリンスタンドはない。宇宙探査飛行をする際、物資不足で困らないためには必要な水や食料、酸素などの物資を全て運んでいくか、目的地に向かうまでの間に作り出すかのどちらかです。でも作る方法についてはまだ開発されていないので、もし宇宙船が故障して食料が底をついたら死ぬことになります。宇宙旅行の間は一滴の水さえ貴重である。そのため宇宙船の中では大量の水を使うシャワーの代わりに濡れたタオルを使用する。一日に水を500リットル使う現代人とは大違いだ。船内での食事についてドックスエアロスペースのスコット・ホロビッツはこう語る。数日間なら人参やリンゴなど新鮮な果物や野菜を持っていけます。でも長期間になるとその間に悪くならないような長期保存できる食べ物を持っていかなくてはなりません。しかし宇宙飛行士はそうしたリスクにひるむことはない。宇宙の脅威を自ら体験できる機会は何事にも変えがたい価値があるからだ。元宇宙飛行士の私には飛行士が親指で地球が隠れるぞと喜ぶ気持ちがよくわかります。宇宙へ行くと考え方がガラリと変わります。青くて丸い形をした球体、つまり地球の美しさに感動し、巨大な太陽系の重要性を痛切に感じるのです。宇宙飛行の経験は私を変えました。私だけでなく宇宙飛行をした人は皆変わるでしょう。しかしいくら宇宙旅行を経験したいと思っても行くことができる範囲には限界があるようである。宇宙の広さは私たちの想像をはるかに超える。もし太陽がバスケットボールの大きさだとしたら、地球はエンドウ豆の豆粒程度の大きさである。そして地球がニューヨークにあるとしたら、そこから最も近い恒星はどこにあるかというと、およそ8000キロ離れたハワイということになる。宇宙旅行をする時の最低条件は、目的地に到着した時自分は生きているということです。宇宙旅行の期間が人間の寿命より長かったら困ります。
それらを踏まえると今行けるところは決まっています。近いところでは小惑星や彗星も候補になるものがあります。太陽系の惑星の中でも厳しい環境を持つ彗星と金星は休暇を過ごしたいと思う場所ではないかもしれない。金星の場合、表面温度は常に摂氏500度に達し、そして気圧は水深1000メートルの深海で受ける水圧に等しい。太陽は灼熱地獄なので宇宙旅行の対象には入らないだろう。また地球から最も近い場所へ行くとしても数ヶ月または数年かかる。地球と火星の距離は平均で2億2300万キロである。しかしどちらの惑星も太陽の周りを異なる速度で回っているため、両者の距離は常に変化している。火星と地球が並ぶのは2年に1回なのでタイミングが肝心です。現在の技術を使って地球から火星に向けてロケットを送る場合、地球と火星が最も近くに並ぶ2018年だとしても到達するのに104日間3ヶ月以上かかる。火星に40日間滞在した後地球に戻るにはやはり半年と少し必要になるので、往復でほぼ丸1年かかる計算だ。しかし地球と火星が太陽を挟んで向き合う2031年に出発すると飛行期間に20ヶ月を要するので、およそ2年間の旅行となる。つまり地球と2年間離れていることになる。飛行期間を短くしたいなら彗星を利用する手がある。地球に近づいた時に乗れば飛行期間を数ヶ月間に短縮できる。太陽に向かっている彗星がいたら乗ってください。後ろを見るとガスや塵の尾が見えるでしょう。前を見ると太陽が最初はゆっくり近づいてきますが、突然どんどん大きくなり周りをぐるりと回ったら離れていきます。それは太陽系で最も楽しいツアーです。でも危険でもあります。彗星の粒子が飛んできて顔や体に当たりますからね。その点を除けば楽しい旅です。火星の軌道の外側で、しかも地球から往復で数年間かかる場所に小惑星帯がある。未来の旅行会社は小型の天体が集まったこの環境を利用して極限に挑戦する宇宙冒険旅行を企画するかもしれない。旅行者はソリのような乗り物に乗ってバネで押し出されます。すると小惑星の弱い重力の影響でそのまま小惑星帯の流れに乗っていきます。楽しいですよ。火星の3倍近い距離のところに木星がある。木星にはいくつかの衛星があるので見どころが多い。宇宙観光の人気スポットになるかもしれないが、往復するのに5年もかかる。土星は木星までの距離の倍だが、往復で10年かかるので人気が出ないかもしれない。しかし技術の進歩によって火星まで行くのに何日もかからない手段が考え出されている。人類は数十年前初めて宇宙へ足を踏み入れた。しかし美しく輝く星の光を浴びたり、太陽系の外れにある領域を見学したりするには今よりも何倍も速い超高速度で航行しなければならない。それでは今のところ最も速い速度はどれくらいだろうか。現在の科学によるとそれは光が進む速さで秒速30万キロである。光が進む速さは全宇宙で最速です。アインシュタインもそう述べています。どれほど速いかというと、たった1秒で地球を7周できるほどです。光の速さで月にジャンプすればたった1秒で月に行けるのです。現在の技術では月まで3日かかるので凄まじい速さである。とはいえ
私たちはまだ光の速度またはそれに近い速度で移動ができない。現在の最新技術で最も速い乗り物に乗って地球から最も近い恒星へ行くとしたらどのくらいかかるかというと5万年です。それは最大時速6万4千キロを出す現代の科学推進方式を使用した場合で、現在ロケットを発射させるために使われている方式である。しかし火星に数ヶ月もかけないで行くためにはそれとは異なる推力が必要になる。それは光の速度に近い速さの推力で現在研究が進められている。それを使えば太陽系の中ならどこでもわずか1日で最も近い恒星へは10年以内で行けるという。その中の一つに古代の推進装置で風を受けて進む帆を応用したものがある。かつての偉大な天文学者ケプラーは初めて宇宙空間を進むために帆を使う方法を提案しました。帆に当てる風の候補として挙がったのは太陽が出す突風である。それは太陽風と呼ばれ彗星の尾を生み出していると言われている。しかし太陽風はあらゆる方向に拡散し、しかも太陽からの距離が倍になればその威力は4分の1に減る。そこで月の力を借りて風の代わりになるものを生み出す方法が考え出された。月にレーザー発射装置を何台も並べ、太陽帆つまりソーラーセールに向けて同時に発射すれば光の速度の半分の速さでセールを推進させることができます。そしてレーザーは宇宙では広がります。例えば地球からレーザーを月に当てたとすると月の表面に点として当たりますが、その幅は8キロにもなるのです。一方ソーラーセールは巨大です。直径は数百キロ、いえ数千キロにもなって、作るには宇宙飛行士たちが宇宙に数ヶ月間滞在することになります。それはとても軽くて耐久性があって月からの大量のレーザー光線を受けて進むのです。ただしソーラーセールの場合、行き先は太陽系の中だけに限られる。そこで考え出されたのが水素を使う方法である。水素は宇宙で最も豊富にある物質だ。私がおすすめしたい宇宙船はラムジェット核融合エンジンを使ったものです。ラムジェットエンジンのロケットは前方部分に巨大な吸い込み口があり、前進しながら水素を大量に飲み込みます。水素を取り込んで太陽のように核融合反応をさせて機体の後ろの方からジェットを噴出するという素晴らしい乗り物です。理論ではラムジェット核融合エンジンのロケットは宇宙空間に自然にある水素を利用しながら永遠に飛行を続けます。しかし残念ながら水素の核融合反応を水力に応用できる事実は科学的には証明されていない。一方このような粒子物理学の実験施設から燃料源として期待されている物質がすでに生み出されている。それは普通の物質の反対の性質を持つ反物質である。例えばこの鏡の向こうの世界を想像してください。鏡の国のアリスと同じく物理学者は昔から疑問に思っていました。鏡の向こうにも世界があるのか、左が右になり右が左になる正反対の世界があるのか。反対の世界では電荷も反対です。正の電荷は負の電荷になり、負の電荷は正になり、そして2つが出会うと莫大なエネルギーを生み出します。もしこの鏡の反対側の世界が反物質で作られているとして、私がこの反対側の世界に触れたとしたら、私はニューヨークの都市部のほとんどをエネルギーの爆発で破壊することになります。つまり反物質と普通の物質が生み出すエネルギーは途方もない威力を持っているのです。究極の燃料源になるのです。とはいえこれには問題があります。反物質を実験室で生成できるとしても桁違いの費用がかかります。例えば小さじ1杯の反物質を作るだけで
アメリカ合衆国は破産するでしょう。でも数グラムの半物質があれば火星まで行けて、小さじ数杯あれば近くの恒星まで行けるのです。しかし私たちが遠くの恒星や他の銀河を訪れるには、アリスが姿見の向こうに見たものより不可解なものが必要なようである。科学界では遠い宇宙に旅をするための宇宙船の推進技術が研究されている。しかし光の速度を達成できてもあまり遠くには行けないようである。光は高速ですが、宇宙も広大な空間です。例えば SF 映画などで見られるように、実際に私たちが光に乗ることができて天の川銀河を横断するとしましょう。それでも10万年はかかるのです。たとえ光の速度を出せたとしても、最も近くの銀河に行くのに数百万年かかる。もし光の速度が宇宙で最速だとしても、生きているうちに天の川銀河から出るのは難しそうだ。そこで今考えられているのは、時空の構造に対する新たな理論です。時空を歪めて近道をするという考え方です。有名なスタートレックでもワープドライブという工法が見られます。広大な銀河の片方から片方へ行こうとするとき、ワープドライブのスイッチを入れて時空を歪め、この間を通って近道をするのです。アインシュタインは光の速度より速く移動することはできないと断言しました。しかしそれで終わりではありません。アインシュタインは可能性を残したんです。時空を破り引き裂き2つに折れば、広い宇宙の中でも近道ができるという可能性です。例えばカーペットの向こう側に行きたいとき、歩いて行くのもいいですが、投げ縄を投げてカーペットの向こう側にあるテーブルに引っ掛けて自分の方に引っ張ります。そうすると空間を歪めていることになるのです。簡単に言うと、アインシュタインは質量が大きいほど時空の曲がりも大きくなると言いました。もし宇宙空間のどこか一点に大量のエネルギーを集約したら、巨大なブラックホールや大型の恒星のように時空の構造を歪めることができ、近くの恒星にひょいと飛んでいけるのです。言い換えれば、私たちが恒星に行ったのではなく、恒星がこちらに来たのです。自分の目の前の空間をぐっと曲げたからです。空間を歪めるために必要とされる大量のエネルギー、または質量は、私たち人間の理解と能力を超えたもののようである。だがその代わりになるものはあるのだろうか。オービタルテクノロジー社の物理学者ジョン・ブランデンバーグは、光の速度より速く移動する宇宙船を作るには、宇宙の広大な領域を操るのではなく、宇宙船の周囲を操ることが必要だと考えている。彼の理論は、宇宙船を今のところ理論上でしか存在しない超高速粒子タキオンに似た物質にすることだという。タキオンは他の粒子とは異なる特性を持っています。光は常に同じ速度で移動しますが、タキオンは無限に速く移動します。光の速度より遅くなれません。光の速度はタキオンにとって違反できない最低制限速度なのです。タキオンは物理学界が承認する虚の質量を持っているので、もし実在すれば光の速度より速く移動する。タキオンの性質は打たれた瞬間のテニスボールに似ている。打たれた瞬間のテニスボールはスピンによって弾道が曲がるが、観客はその瞬間のボールが見えず、どこへ行くか予測がつかない。同じようにタキオンは高速すぎて、宇宙ではその姿が見えなくなると言われている。ブランデンバーグは、宇宙船の周囲の時空を強力な電磁場によって変化させれば、宇宙船はタキオンのように素早く移動できると提案している。そしてその宇宙船はレーダーに探知されないステルス戦闘機のように航行すると考えられている。もしそのような手段で
宇宙船の周りの時空を操作することができれば、虚の物体を作ることが技術的に可能です。つまり光より速く移動する物体です。基本的には周囲の宇宙から宇宙船を分離させるのです。それが完成すれば、私たちは一瞬で宇宙のどこにでも行けるようになるだろう。まるでたくさんのドアが突然現れたかのように。一つのドアへ入った後、次に素早く別のドアから出てくると想像してください。あちこちへ一瞬で移動したように感じますが、これが時空での虚の連結なのです。自分が移動しただけで時空は歪めていません。そのような宇宙船がどのくらい速くどこまで行けるかはまだわからない。どのドアから入ってどのドアから出るか、それが面白さなのです。とはいえ、宇宙を旅するためにはまず私たちを地球につなぎ止めている力に勝たなければならないと、アラバマ大学のクラーク・ホークは言う。地球の重力場から逃れること、まずそれをしなければなりません。地球の引力から逃れようとする物体は、時速2万8000キロという高速度を達成しなくてはならない。それはニューヨークからロサンゼルスまでおよそ8分で行ける速さである。破壊的なエネルギーを使う今の手段を使う以外に方法はありません。宇宙エレベーターは理論上では地球の引力に逆らって上昇することができる。しかしロケットは燃料の燃焼による破壊的な力で重力に打ち勝たなくてはならない。現在のロケットを駆動しているのは化学反応の力です。何かを燃やすときも、ロケットが点火するときも化学反応が起こります。車のエンジンをつけるときも、ガソリンの中に含まれている物質がエネルギーとなるのです。宇宙へ飛び立つロケットは燃料だけで全体の重量の9割を占める。ロケットは必要な燃料を持っていくので、打ち上げ時に使う燃料は未使用の燃料を運ぶために使うようなものです。例えばニューヨークからロサンゼルスまで車を運転していくとします。その時タンクローリーを同行させると、そのタンクローリーが必要とする燃料はタンクの中にある燃料なのです。それと同じことです。スペースシャトルの場合、搭載しているロケットと燃料を合わせると総量は1800トンに及ぶ。そしてその巨体を地上から押し上げるのは爆発の力なのである。とうとうこの時がやってきました。みんなベストを尽くして2週間後に無事戻ってきます。現在の宇宙飛行は、宇宙飛行士が安全な爆破装置に乗って空へ飛び立つようなものである。ロケットを打ち上げるためには機体の総重量の 1.5 倍から2倍にあたる推力を生み出さなければなりません。スペースシャトルの発射には3200トン近い推力が必要だと NASA のロバート・ライトフットが言う。今私の手に 500g のボールがあるとします。しっかり持っていたら、私は 500g の推力を出していて、手を下げたら推力は 500g 以下になり、持ち上げたら 500g 以上になります。つまり推力は重量以上の力でなくてはなりません。ロケットの進み方は膨らませた風船に例えることができる。これをエンジンノズルとします。今は口を塞いでいますが、指を離すと、つまり口の部分に圧力をかけて、それを勢いよく後ろに放出させているのです。その圧力の噴出でロケットを前進させているのです。宇宙飛行士がスペースシャトルに搭乗することは、大量の燃料を積載した巨大なタンクに結びつけられると言っても過言ではない。
何百トンもの可燃性の水素と酸素がエンジン点火の時を待つ。そして火花が飛び散る。離陸の6秒前にメインエンジンが点火すると、シャトル全体が激しく揺れ、バラバラに崩れそうでした。その時、すごい、これが680トンの推力かと思いました。夢のようでしたね。信じられませんでした。何年間も待ち続けたことが現実になったのです。シャトルの中は地震が起きたようで、最初の2分間で固体燃料ロケットブースターの1000トン近い燃料を使った後、切り離しました。列車の事故のような衝撃でしたね。その後もロケットは大きなメインタンクの燃料を燃焼しながらどんどん加速していきます。発射6分後、体にかかる加速度が 3G、 つまり体重の3倍になり、まるで胸の上に大きなゴリラが乗っているかのようでした。わずか2秒間で静止状態から一気に時速160キロまで加速するレーサーも、宇宙飛行士と同じような莫大な加速度を受ける。ロケットが加速し続けている間、速度が音速の25倍になるまで速度計を見ていました。その後、外部燃料タンクの切り離しが終わると、全てが浮き始めたのです。宇宙空間に入ったのです。わずか8分30秒しかかかりませんでした。現在、次なる宇宙開発計画が着々と進められている。その一つは、昔訪ねた場所へ戻る旅だ。それは宇宙エレベーターの開発ではなく、月へ戻るミッションで、宇宙飛行の拠点として地球の軌道を利用する計画である。アポロ計画の後を引き継いだ NASA のコンステレーション計画は、2020年までに月面基地の設置を計画している。その計画のために2機のロケットが開発されている。無人ロケットのアレス5は長さおよそ120メートル、月面着陸機、機材や物資、そして軌道上に地球出発ステージを運ぶ。もう一機の有人ロケットアレス1は軌道上に宇宙飛行士を運ぶ。そして地球出発ステージとドッキングして月へ向かうのである。貨物用とクルー用に分けることで、より多くの物資を月へ運ぶことができます。アポロのように2日程度しか滞在できない宇宙船とは違うのです。私たちはアポロ計画の偉業を超える宇宙開発ができるだろうか。私たちは他の都市や大陸に行くように、気軽に短時間で広大な宇宙空間を旅することができるだろうか。それは未来のために実現すべきことと言えよう。もし未知への探求をやめたら、過去の歴史で何度も繰り返されてきたように、そのような社会は大概衰退します。宇宙開発は私たちの一部であり、子孫へ残すべきものです。私たちがすべきことなのです。この火星に行くなら数十億ドルはかかるでしょう。宇宙旅行の費用を減らすには、地球の重力にうまく対処することが必要である。物語ジャックと豆の木では、ジャックは豆の木を伝って天に登っていきました。今は宇宙エレベーターといって、上昇ボタンを押せばジャックのように自動的に宇宙へ登っていく構想があります。
宇宙エレベーターの建設は地球の地上から始めるのではなく上空から開始する。軌道上にいる人工衛星が長さ9万6千キロのケーブルを地球に落とし、先端を地球の表面に結びつける。宇宙エレベーターの強靭なケーブルはもうじき完成するところまで来ています。ケーブルに途方もない張力がかかるのはかなりの速度で地球と一緒に回転するからです。決して地上に落ちることはありません。遠心力で回っているからです。宇宙エレベーターは長く強いケーブルを伝って上昇し、地球の軌道上で待機している宇宙船に人間や物資を運ぶ。本格稼働すれば従来のロケットは使われなくなるという。宇宙エレベーターを使うことによって宇宙旅行の費用を大幅に減らすことができます。そうなると宇宙旅行をするのは飛行機で海外旅行をするのと変わらないと思えるようになるのです。しかし地球周辺の穏やかな環境を離れると宇宙旅行は命を落としかねない危険な旅になる。宇宙旅行は田園地帯をドライブするのと違って射撃場の中を通り抜けるようなものです。宇宙旅行者は宇宙から銃を向けられているように感じるだろうとも作家のニール・カミンズは言う。宇宙空間には塵のように細かい粒子や小石ぐらいの大きさの物体が時速数万キロ、時にはそれより速い速度で飛んでいます。地球の周辺では現在直径 2.5 センチを超える小さな物体が50万個以上飛び交っている。その中には太陽電池のガラスのかけらやロケットの船体の破片、またロケットのエンジンから出た燃えかすもある。それだけではない。さらに危険な小石サイズの彗星や流星の塵が飛んでいるのである。それは微小な塵ですが、ガラスを割り鉄を突き抜けプラスチックを粉々に割るほどの威力があります。それがあちこちにあるのです。これはスペースシャトルの窓の線と太陽粒子の量は地球の地上で半年間に受ける量と同じだと言われている。体への粒子の衝突を感じることはまずないが、目を閉じていても粒子が網膜に当たって閃光を放つことがある。元宇宙飛行士のオーエン・ギャリオットが自らの経験を語る。その閃光は視界を遮るようなものではなく、一瞬の小さな光で光り方は毎回違いました。宇宙には他にも人間の体に影響を与える特性がある。無重力空間である。宇宙へ行く際最も危険なことは重力を失うということです。無重力によって体のほとんどの働きが変わり始めます。そしてその体の変化は再び重力によって地面に引っ張られる世界に戻るまでずっと続くのです。無重力空間に入って最初に影響を受けるのは方向感覚である。どちらが上でどちらが下かは自分が決めればいいのです。こちらが上ならもちろん、こちらが上でも構いません。無重力空間では最初の数時間または何日間か乗り物酔いに襲われる。乗り物に酔った気分になることは避けられないので諦めなくてはなりません。そしてみんな多少方向感覚を失います。水の中に潜ってスキューバダイビングをしていると長時間の無重力体験に似た感覚が味わえるという。そのため NASA では無重力空間で過ごすための訓練の一つを巨大な水槽の中で行っている。宇宙飛行士が6時間通して水の中で過ごすのである。スキューバダイビングをしても重力の影響を受けていますが、実際水の中ではそうは感じません。体全体が水に浮いているからです。水面に上昇していく気泡を意識しなければ、水の中で泳いでいると方向感覚を失った状態を体験できる。
しかし無重力空間で長時間過ごしていると人間の体は重力に抵抗する必要がないと感じるようになり筋肉や骨の量が減り始める。宇宙空間にいると体は横になって寝ていると受け止めているので筋肉が衰え始めるのです。それを防ぐため宇宙を飛行中の宇宙飛行士は毎日運動をしている。損傷だが宇宙にはさらに恐ろしいものがある。放射線である。この見えないエネルギーの破壊的なまでの威力は第二次世界大戦中に投下された原子爆弾と1980年代半ばのチェルノブイリ原発事故によって世界中に知らされた。そして実は私たちの命の源太陽も有害な放射線を放っている。とはいえ私たちは保護されています。地球の大気が防御してくれています。また地球の磁場が太陽フレアからの放射線や粒子を飲み込みますが、その結果がオーロラです。しかし宇宙ではそのオーロラがすぐ目の前に迫ってきます。なぜなら自分を保護してくれるオゾン層も磁場もないからです。宇宙の危険物と自分の間には何もありません。地球は太陽からおよそ1億5000万キロ離れているが、地球の周辺では 2.5 センチ平方あたり毎秒数百万個の太陽粒子が通過している。太陽からは常に高エネルギーの荷電粒子が大量に放出されています。しかし他にも物質が流れ出しています。それは高エネルギーの放射線ですが、それも有害です。人間の DNA にダメージを与えます。太陽の黒点付近ではまるで大砲部隊のように高エネルギーの放射線を吹き出している。それは地球に到達するまでいつ来るか分かりません。もし太陽から遠ざかることができたとしてもそれで安心できるわけではない。他にも危険なエネルギーが潜んでいるからである。それは銀河宇宙線と呼ばれ、遥か彼方の超新星爆発やブラックホールがある空間から飛来してくる。銀河宇宙線は粒子で光の速度にとても近いスピードで移動しています。一粒の鉄の粒子でもプロ野球のピッチャーが投げる時速160キロのボールと同じ威力があります。体に当たったら大変です。鉄の粒子は滅多に見られないが、船外活動で外へ出ている宇宙飛行士は宇宙船による防御がない。よって毎秒数千もの銀河宇宙船の粒子が宇宙服を貫通している。宇宙空間にいる場合24時間で体に受ける銀河宇宙船近い将来、未踏の空間をより遠くへ、より早く旅することができるかもしれない。ただしその旅は、命に関わる危険をはらむ。宇宙旅行は、射撃場の中を通り抜けるようなものです。その旅では、人間の能力と知恵の限界が試されるだろう。もし不具合が生じたら、何もできないまま死にます。夢の旅、宇宙旅行の可能性を探っていこう。技術の著しい発達によって人間が宇宙を旅することは今はもう夢の中の話ではなくなったようだ。遠い昔から天空の美しい輝きは人間を魅了してきた。やがてその輝きに手が届くと分かった人間はすぐに行動を起こしたとアメリカ自然史博物館ニール・デグラース・タイソンは言う。遺伝子に組み込まれているのかどうかは分かりませんが、人間は遠くに何か見えると行
好奇心に駆られてまずそれに近づいてみようとします。望遠鏡の発明によって天文観測が進み、人間は宇宙にぐっと近づきましたが、宇宙開発をすれば実際もっと近くに行けることが分かったのです。エンジン点火、火花が散っています。5、4、そして発射。アトランティス号が飛び立ちました。有人ロケットの打ち上げは史上まれに見る人類の偉業の一つと言えるだろう。しかし1972年以降、地球の軌道を超えたものはいないとニューヨーク私立大学道尾閣は言う。宇宙開発は30年間大きな進歩がなく、今は人工衛星が地球の周りを回っているだけです。最初に新世界を発見した探検家のコロンブスが、その後はスペイン沿岸を行き来していただけだったのと似ています。では問題は何か。それは現実的に避けて通れないもの、費用です。地球の軌道上に 500g のものを乗せるだけで1万ドルかかります。宇宙飛行士の人間一人を地球の軌道に乗せるには純金で本人の像を作るのと同じ費用が必要です。週末に宇宙ステーションまで小旅行をするとなると2000万ドルはかかります。もし月に行きたいということなら5億ドルいります。もっと遠く、特に足には念を入れる。なぜなら無重力空間で仕事や移動に使うのは主に腕と手で、足はめったに使わないからである。慣れるのに一番大変だったのはごく普通の生活です。足で歩けないので、どこへ行くにも泳いでいかなくてはなりませんでした。無重力空間にいると消化器官の働きも遅くなるので、食事に関しても問題が起きる。消化器官の動きが止まります。再び消化を始められるまで食べることも飲むこともできません。それには数時間から数日かかることもあります。影響はそれだけではない。無重力に放射線が手を貸して迷惑な行為をするのである。宇宙では通常の健康状態の時より免疫機能が落ちます。そのため、いつもなら人間の抵抗力に抑えられている細菌やウイルスの多くが無重力空間では暴れるのです。細菌は50倍の速さで成長し、そして船内に持ち込まれたウイルスは常に存在する放射線の力を借りて破壊的な侵略者に変異する。宇宙旅行者は最初の数時間から数日間、無重力空間の悪影響に苦しめられる。そしてそれより長く宇宙旅行をする場合はさらに危険度が増すことになる。宇宙は情け容赦ない場所である。住み慣れた地から遠く離れた場所に渡ることを恐れない冒険者や、危険な障害物が飛び交う空間に自ら入っていく勇敢な挑戦者だけに開かれた場所である。私たちは今の気温で生活することや機械が普通に動くことを当然だと思っています。機械は今の気温で動くよう作られていますしね。しかし宇宙へ出て太陽の方を向いたら気温は摂氏数百度、太陽に背を向けたら摂氏マイナス数百度になります。地球では太陽の光を浴びて新鮮な空気を吸うことが当たり前にできます。宇宙では特別に作られた空間の中に地球が自動的に与えてくれるものを全て揃えなくてはなりません。でもそこでは全空間が管理され、減圧症や呼吸困難になることがあってはなりません。と作家ジェリー・リデンジャーが語る宇宙での住環境は潜水艦に似ている。